ウィーリーガーの伊藤美希さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のゲストは今シーズンから日本女子プロサッカーWeリーグ三菱重工浦和レッズレディースに加わった伊藤美希選手。伊藤選手は奥入瀬町出身。先月プラスタで開催されたトークショーのためふるさとに凱旋しました。シーズンがオフというところで戻られたということで、はいはい、どんな風に過ごしてるんですか？そうですね、まあ、まずは実家に帰ってきたのでゆっくりと、はい、あの田舎を堪能してすごいあのリラックスして過ごしてるんですけども、はい、まあ、その中であの自分で体作ったりとか、はい、そういうのは、はい、しっかり励んでます。あ、そうですか、はい、あのサッカーをあの、はい、始めたのは何歳になるんでしたっけ？始めたのは多分保育園ぐらいだったと思うんですけど、はいはい、そうか、その時に女子のプロサッカーリーグができて、はい、そこの、まあね、今のように2リーガーで活躍するというのってイメージできてました？はい、全くできてなかったですね。どうですか、実際そこにたどり着いて、はい、どんな心境なのかなと思って。そうですね、あの始めた頃は本当に純粋になんか多分ボール蹴るのが楽しくてやってたんですけど、でも小学校の卒業の文集にはあのサッカー選手になるって目標を書いてて、それが本当にこう叶って今こうしてあのプロ選手としてこうやって地元に帰ってこれてるっていうのはあの嬉しいなと思います。あの伊藤美希さんがこう憧れた選手とかっていうと、はい、あのもちろん澤穂希さんとかっていうのはやっぱそういう存在なんですか？はい、そうですね、やっぱりずっとテレビで見てて、あのなでしこジャパンのカレンダーとかも私買ってましたし、はいはいはい、お小遣いで買ってたんですけど、はい、まあ、そういう選手をこうカレンダーで貼って見て、はい、頑張ろうって思ってたので、はい、ちなみにあれですね、全所属の、ね、クラブでは、はい、澤さんとチームメイトだったと。チームメイトで一緒にあのボランチをやらせていただいてました。それすごくないですか？今ちょっと僕鳥肌立ちましたよ。伊藤選手と澤穂希さんとのエピソードは番組後半で。続いてはこのユニフォーム、中澤雄二です。元日本代表が青森に。今月11日、東北町で開かれたサッカー教室、コーチとしてやってきたのは元日本代表中澤雄二さん。とにかくみんなと交流したいという思いから決まったサッカー教室。およそ90人の小学生が中澤さんと一緒に汗を流しました。なんかパスとかつないだりしててとても強かったです。うん、やっぱり強いです。目の前に敵がいるのになんかあのキリがすごいパスでした。すごい。はいはい。お1時間半のミニゲームの後は子どもたちから中澤さんに質問の嵐。日本代表の近道を教えてください。近道ですか？ないです。やっぱ誰よりもやっぱりサッカーに対して真剣に取り組むということと、まあ、練習している中でやっぱ自分がどういうふうなプレイヤーになりたいかというイメージを持って練習することがすごく大事だと思いますので、サッカーに対して真摯に向き合って、正しい努力をすることが一番いいかなと。とにかく今はボールパークでたくさん走ってたくさんご飯食べて寝てで勉強してでお父さんお母さんの言うことを聞く。以上です。続いては注目の試合をピックアップ。明治安田生命 J3 リーグの結果です。八戸はホームでアスルクラロ沼津と激突。前半12分、八戸は相手のクロスから先制を許すと、37分には強烈なミドルシュートを食らい苦しい展開に。八戸の反撃は前半終了間際、稲積選手のクロス、こぼれ球に反応したのは姫野選手。1点を返すと後半40分、再び稲積選手から今度は佐々木選手、1点差に詰め寄ります。しかし反撃もここまで。ホームで勝ち点をつかみ取ることができませんでした。
パワーで押し切られてた部分もありますし、そこのところについていけなかった部分もありますし、細部にわたって、修正していかないとこの勝ち続けていくっていうこと、上位に食らいついていくってことは難しいことになるのかなと思います。日本代表するような監督になる素質というのはね、彼はあるので、カリスマ性もありますし、やっぱり、ぜひいい監督になってですね、日本のサッカーを背負っていってもらいたいなと思っています。次のホーム戦は来月2日、プライフーズスタジアムでガイナーレ鳥取と対戦します。第6節のアウェー戦では3対3の打ち合いでドロー。ホームでの勝利を期待しましょう。先日野辺地町出身柴崎岳選手を迎え、千葉県でスポーツを地域の力にプロジェクトが開催されました。子どもたちと触れ合った柴崎選手、青森でもこのようなイベントを開催したいと話してくれたそうです。その柴崎選手のサイン入りスパイクが抽選で当たる情報誌青森ゴールが現在販売中。ぜひチェックしてみてください。続いては再び伊藤美希選手に伺います。サッカー界のレジェンド澤穂希さんの相棒としてチームの中盤を支えた経験を持つ伊藤選手、初めて澤選手に会った時の心境は？最初はなんか本当にすごい緊張したというか、澤さんが本当にいるみたいな、やっぱ2年目でボランチになって一緒に近くでやることがやっぱ増えた中で、サッカーのこともそうですけど、一人の女性として本当に素敵な方で、なんかサッカー選手としても人としても澤さんみたいな選手になりたいなってすごい思いましたね。だから学んだところはもう人間性みたいなところなんですか？はい、うん、すごい人の良さがもうピッチにいる時もそうですけど、はい、本当にたくさん学ばせていただいて、今も背中を追ってます。そうなんですね。はい、澤さんのプレースタイルは？チームの何だろう、全部中心にいるというか、攻撃のパスもう澤さんから始まりますし、ビルドアップもそうなんですけど、あと何よりもなんか一番危ないところにいつもいて、例えば私が隣でやっててすごいミスをしたとしてもすぐ澤さんが取り返してくれたりとか、いるぞと、はい、そうなんです。すごいですね。で、私が全部カバーするから自由にやっていいよって言われて、いい上司ですね。ねえ、はい、その言葉に救われましたし、うん、本当にそのあもっと私がもうやんなきゃみたいな、逆にそういう気持ちになりました。今後はそういう存在になっていくってことですね。はい。J リーグのチームが青森にあることについては、そうですね、やっぱり県内のやっぱり選手が一番目指しやすいチームだと思いますし、やっぱこうしてファンやサポーターの方々だったりとか、そういうみんながこうやって応援に来るっていう、そういう 文化というか、こう青森県のスポーツが盛り上がってるっていうのはすごいいいことだと思いますし、なんかもっともっとなんか盛り上がってほしいなって思います。 Eリーグのクラブもね、はい、できていくといいですね、この地元。そうですね。はい、いよいよWーリーグが開幕。目指すところは？しっかりと試合に出て、まあ、去年はカップ戦とリーグ戦を優勝しているチームなので、今年は三冠に、はい、私も活躍して貢献できるように頑張りたいと思います。活躍を期待しています。はい、またちょっとでも休みの時間できたら、はい、遊びに来てください。はい、地元に。はいはい、最後は小学生がドリブルでタイムトライアルに挑戦するキッズチャレンジ。今回はリベロ津軽 SC から6年生が挑戦。6年生の部は現在ジンガエントラーダの藤ヶ森拓海くんの15秒89がトップ。記録更新なるか。最初の挑戦者は森川太陽キャプテン。チームを後方から支えるディフェンダーです。頑張ります。よーい、スタート。柔らかなタッチでスタ
ートしました。大きなミスもなく堅実なドリブルです。さあチームメイトの声援を力に変えてラストスパート。タイムはどうでしょう。ただいまのタイム21秒59。正確なドリブルでした。続いての挑戦者は荒谷ひゅうがくん。得意なプレーはボールキープです。頑張ります。よーいスタート。落ち着いたスタートです。おっと、でも立て直しが早い。慎重に折り返し地点へ。後半はどうだ。リズムに乗ってきたぞ。気になるタイムは22秒93。トップ3のタイムには及ばず、でも2人ともナイスドリブルでした。キックオフ。